皆さんお疲れ様です。 FM アーキチャットの中村哲と、皆さんお疲れ様です、森谷慎一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか今回はライブでもちょっと話したんですけど、ポートフォリオを見せてほしいみたいなところで、就活用のポートフォリオを今ちょうど実家に帰ってきたので、その話とかできたらいいかなと思っています。はい、よろしくお願いします、はい、私は見てるだけですね早速なんですけど、僕は組織設計事務所を受けとゼネコンを受けて、でポートフォリオをちょっといくつか作ったんですけど、こういうなんかフルで入ってるポートフォリオ、結構厚みページ数も40ページぐらいあるやつで、なんか作品がいっぱい載ってるやつプラスちょっとコンペ出したので、コンペ集みたいので、これも結構何作品か入れてるやつあったんですけど、なんかまあ今回ちょっとこっちではなく、就活する時に結構じゃあ5分で喋ってとか、10分で喋って15分で喋ってっていうのがあって、結構それに合わせてポートフォリオ作るの大変だったんで、ダイジェスト版で全部対応できるって作ったんですよ。でこれが結構便利だったんで、これを紹介しようかなと思います。はい。でこれが全体で言うと、表紙とあと中に1作品2作品、ここがプロジェクト、実施のプロジェクトだったので、そのプロジェクトで最後全体像っていうのを組み込んでいます。でちょっと順番に、表紙、サイズは A2 版で作ってますと、マットして印刷して、それを検討紙に貼るような形で作ってます、ここになんか自分のコンセプトと、あとどういう思想で建築を作ってるかみたいのをダイアグラムを入れて、こうなんか僕はこういう考えでやっていますっていうのを入れました。で大きく言うと、なんか僕はマネジメントが得意ですって話をちょっと入れていて、空間性とかではないので、またちょっと特殊かもしれないんですけど、こう学校の授業があって、でそこでの学びをまあコンペに生かして、でその学びをさらにプロジェクト実施に生かして、でこれをフィードバック化することで、こうコンペ大学の授業を実施のプロジェクトみたいのを回してやっていましたっていうのを伝えていました。で結構構成もそれに習うような形になっています。で1つ目が見開きで、これが卒業設計ですね。なんか言われたのは、大きく1つの絵、こっちのとにかく1つの絵でその作品を伝えられるようにした方がいいよっていうのを OB 訪問で言われたので、僕の作品を全部見えるような絵、で外観も見えて、で内観のパーツも見えるみたいな、ちょっと絵を1枚描いて、質問があれば全部これで、ここがこうです、ここがこうですっていうのを答えれる絵を描いて、あとは模型と敷地と、あとまあプランがちょっと長い設計だったんで、こんな感じのプランと写真を入れて構成しているっていう形 でコンセプトとかも文章で書くよりは、もうこういうロゴとかダイアグラムで全部書いて、なるべく文字がないようなのを作って、これはもう自分が喋る前提っていうので、読んでもらう前提じゃなくて、もう喋るから文字より物っていうか絵を大きくして説明できるようにしてるって感じですよね、はい。であと結構就活の時部屋が分かんなかったりするじゃないですか、で狭い打ち合わせの部屋でも、なんか長い役員室みたいなところでも、対応できるように、サイズも A2 見開きで A1 になるのがいいなっていうのと、遠くからでも視認性があるようなレイアウトにしようっていうので、やっぱり文字はなるべく減らすっていうので、なるほど、シンプルで見やすいですよね、で2作品目が、これは大学院の時の、設計課題だったんですけど、これもやっぱり1枚こう全体のを俯瞰して言えるものと、あと図面と、でこの辺にコンセプトみたいな形で、ここから全体像、コンセプト、ダイアグラム、設計した内容っていうような形の流れで見えるようにで、これも文字なるべくなくして入れてます、右上の矢印は何なんですか？あ、矢印ですね。これがつながってますっていうふうに実はそうなんですよ。これがさっきの学校の課題、コンペ、実施プロジェクトっていう3点セットのうちの 1つ目なんですよね、なるほどね。でこれが実は次コンペに出しましたっていうので、同じダイアグラムで今度コンペに出してるんですよ、この辺のダイアグラムとかもちょっと進化させたものなんですけど、一緒だったり、あとは結構仕組みとか運営のプロセスも、さっきの課題よりももうちょっとブラッシュアップしたものをここに使っていて、
って全部ちょっと若干こうレベルアップしてやりましたみたいな、うん、でかつこれがコンペで最優勝取れましたっていうのを伝えて、うん、でこれもまだ右に続いてるんですけど、それをさらに市のプロジェクトにしました、うんうん、なるほど、つながってますで、うん、さっきよりもダイアグラムだったりこう組織運営図みたいのも結構複雑になってきて、うん、で一番最初は本当にただの手書きのスケッチだったのがこういう軸組みのモデルまでこう深められましたって、うん、で実際に作りましたっていうのを押していったっていう、そのための話のきっかけになる矢印でした。なるほど、うん、っていう流れで、まあ、この課題で終わるではなくてその後の自分のプロジェクトだったりコンペに至ってさらに深めることをしていますっていう話して、うん、で最後にここが、学校の課題研究室の内容コンペ課外活動というふうに、で学部1年から M1 まで自分の今までやってきたことをこういう年表形式で書いて、でこれが全部こう順番に横でもつないで縦でもつないでやってるので、まあ、マネジメントもできますし、今までの一つの課題をそのまま終わらすのではなくてちゃんとこう進化させて、今の自分につなげてますっていう、でそういうプロジェクトができるので、まあ、本社に入ってからもしっかりと単体で考えるのではなくて横軸をつなげながら、うん、かつマネジメントをしながらできることがありますみたいなのをプレゼンするための資料って感じで、うん、なるほど、はい、じゃあなんか何個か聞いていいですか。あ、どうぞ。なんか一番気になるのって、はい、なんかそのポートフォリオって4作品しか載ってないじゃないですか、はい、コンペもさっきの年表を見るとすごい量があって学校の課題だってたくさんあるじゃないですか、はい、なんかそのページに載せるのを選ぶ基準って何かあるんですか、はい、ありましたね。まず絶対載せようと思ったのは卒業設計は載せるっていうのと、あとは結構好きな作品いっぱいあったので悩んだんですけど、自分のこのコンセプトとか強みを伝えるためには大学院の設計課題コンペプロジェクトっていうこの3つの流れが絶対必要だったのでそれを入れたってところですね。なるほど、うん、じゃあ全部の作品は最後のページに載ってるから、はい、例えば企業として今なんか図書館をビッグプロジェクトとしてやってる会社があったとして、はい、例えばですけど、うん、なんか図書館の作品見せてよとかっていうのってあったりしなかったんですか、うん、ありました。でその時はこの熱い本編の方のポートフォリオを持っていって、なるほどね、うん、でそれはありますみたいな形でこう広げて、うん、でこれが図書館の課題ですみたいので、うん、見てて、でちょっとこれはこうやって説明させてくださいみたいな形でこう書いて話すみたいなことはやってましたね、うん、なるほど。でこっちの本編とセットでダイジェスト版っていう感じですね、うん、プレゼンしてくださいって言われたらダイジェスト版でやって、うん、こう突っ込まれたらこっちの本編のこの作品がっていう風にできるって感じですよね、はい、うん、ですね。いや素晴らしい、うん、いや本当に就活って準備したもん勝ちっすよね。うん、いや本当にそう思います。本当にそうだよね、うん、なんか9割伝え方みたいな感じ、この限られた時間で自分の強みはこれですっていうのを伝えて、うん、で相手にこう質問させるとか、うん、興味を持ってもらってでさらに説明するみたいな形で、うん、最初は3分しかないけどトータル合わせるとめちゃくちゃいっぱい喋れてるみたいな、うん、なんかそれぞれと時間ないような気はしてましたね。いや本当にそう思います。就活の時思ってたのは志望動機とかをなんか用意しとくじゃないですか、うんうん、なんとなく、はいはい、で志望動機はって聞かれる前提で入るじゃないですか、うん、でも聞かれなかった時ってちょっと焦ったりするじゃないですか、はい、でもなんか私も本当にやってたんですけど、うん、先に言っちゃうっていうのが結構大事だなと思って、うんうん、で例えばなんか作品プレゼンしてくださいって言われた時にポートフォリオを見せながらだから御社に入りたいんですっての言っちゃうみたいな、うん、はいはいはい、そうすると作品っていうかその自身の考えでうちに入りたいと思ってるんだなっていうの納得するから、それ結構いい手法だなって思いましたね、うんうん、確かにそうですね、うん、先に自分で言っちゃう、うん、結構いいよね先に出しちゃうと。はいはい、ありがとうございます。あと結構就活の時の ES とかもあるんですけど、うん、なぜ入りたいのかみたいので、で御社のここに共感してみたいな感じで、うん、その会社のことめっちゃ調べるじゃないですか、うん、で調べるのも大事なんですけど、ただその伝えてここが良かったですって言っても、うん、絶対その会社の中の人の方が詳しいので、うん、それを書いてもあんま意味ないのかなと思って、うん、で志望理由とかどこに惹かれたかって質問されつつ自分を PR しないといけないなと思って、うん、そうだよね、文章を入れ替えてましたね。一緒だよね志望動機と PR って。はいはい、
同じ考えると、うんうん、面接とかもそんな緊張しないかなと、うんうん、感じですかね。あですね、うん、こう会話のキャッチボールを楽しむとか、うん、なんかここのさっきも矢印何ですかみたいなのを聞いてもらってすごい嬉しかったんですけど、うん、なんかそういう突っ込むネタを仕込んでおくと、うん、なるほどね、相手とコミュニケーション取れるので、うん、ちょっとプロフィール写真にネタっぽいやつそっと差し込んでみるとか、うん、プロフィールに「え何これ?」って言われるようなものとかを入れておくと、うん、なんか審査する人もこう楽しく一緒に話ができるっていうのがあるのかなと思って、うんうん、言いました。楽しまれたら勝ちだよね。そうですね、うん、いや本当にこの人と一緒に働きたいなって思ってもらえたらいいなと思うので、うん、多分こう笑顔で普通になんか作るではなく純粋に楽しむとか、うんうん、なんかこちらも選ぶ側なのであなたの会社と僕は相性がいいかみたいなのをお話をできたらいいんじゃないかなと思いますね、うん、もう一個いいですか、はい、一番受けが良かった作品って何かあります、うん、一番受けが良かった作品、そうですね、でもなんか聞かれるとしたらやっぱり卒業設計が多かったかなっていうところで、僕も説明の非重卒業設計に当ててたので、うん、そこは多かったですね、うん、でもそれよりも本当に組織設計受けるのみたいな聞かれ方が多かったです、なんか自分の教育やっちゃったりとか、あと街づくりの方に寄せる提案が多かったので、うん、なんで設計事務所じゃないんじゃないみたいなことは言われることもあって、ただその時の切り返し方法としてその使い手までと街づくりまで考えた上でやっぱり形づくるのは建築だと思うみたいな話をして、うん、でやっぱいい街づくりするためにはいい建築を作らないといけない、うん、でそれを今まで一周やってきたのでそれを踏まえて使い手の目線でやっぱりいい建築を作りたいですっていうので、うん、建築作りたいですみたいな話をちょっとしましたね、うん、なるほどね。なんか私の感じだと街づくりとか小さいものとかそういうところに興味があるかつ建築デザインしてきたっていうのは、うんうん、一番組織設計事務所っぽくありますけどね、うんうんうん、ありがとうございます。受ける事務所によってはやっぱ反応変わってた気もしますね、うんうん、そうじゃないね、うん、なんか意匠性を突っ込まれるところもあれば、うん、なんかどういうことやりたいのとか、うん、なんかまあこういう仕組みの方が好きなのみたいな話とか、うん、なんか途中はディベロッパーの方進められたりしたこともあったり。あーそうなんだ、うんうん、一番嫌だった質問とかありますね。嫌だった質問、なんかポートフォリオ関係で、はい、それ聞くんだみたいな焦ったこととかないですか。焦ったこと、うん、特になかったです。準備が全てですね。準備が全てですね、はい、なんか自信あるとね、うん、乗り切れるよね、うん、そうですね、なんで何言われても大丈夫だって思って臨んだので、うんうん、何言われても切り返した気しますね。ということで、まあ、これも一つの参考になればと思って今回紹介させてもらいました、うん、まあ、正解がそんなあるわけではない気もするので、うん、なんかいろんな人のを見てなんか自分なりにいい方法とかを編み出してもらえたら良いかなと思います。ということで、今回の動画がいいと思ったらぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。